皆さんこんにちは。こんにちは。本日は高校野球についてお話をお伺いしていこうと思うんですけれども、うん、はい、そうなんですよ。もうね、夏ですね。夏ですね。夏。うん。いやー、なんかね、高校野球見ると毎年夏をすごい私も感じるんですが、うん、なんかいろいろな問題が最近定義されているなと感じていて、そうそう、それこそ横浜の県予選の、うん、試合の内容とかで、あれは横浜と慶応さんの慶応でした、ね、はい、はいはい、あの試合で、うん、あのプレーで、うん、決まっちゃったわけじゃないですか。いや、もう本当にそうです ね、 ね、うん、やっぱりもうそのもう別にこの審判さんが間違ったとか間違わないっていうことより、はい、せっかく今の時代、うん、野球はリクエストだとかね、うん、もう世界的にあるわけですよ。うん、はい、もう導入しましょう。いや、本当にそれがいいと思う。なんか結局、特にアマチュアはもうトーナメントなので、はい、そこで極端なことで人生決まるわけじゃないですか。うんうん、我々はプロなので、はい、まあそこも生活がちょっと生活レベルになるんですけど、まだプロじゃないですか。毎日お仕事してやってるから、取り返せることも、そんなことたくさんあるので、うん、やっぱりね、まあ野球に限らずアマチュアのスポーツに関してはもうちょっと、はい、プロでできてる、そういう環境があるんであれば、うん、もうプロ以上にはっきりしてほしい、うん。っていう気はします。リクエストって、プロの審判の方も複雑だけど救われてる部分はありますよね。いや、これね、審判の人、やっぱり間違ったりしたりなんかするとやっぱ恥ずかしいですよ。うん、この間どっかのメジャーリーグの審判が4回リクエストされて4回でも間違った時あった、ね。いや、その人はちょっと反省した方がいい。ちょっとそうですね。本当に。でも、もう仕方ないですよ、これは。あと、一生言われるよりよっぽどいいですよね。その時にごめんなさい、やっちゃった方が。そうなんですよ。まあ、その、間違ったと、多分間違ったと言われる審判の人も、両チームの選手、やっぱ悔いに残るじゃないですか。はい。そこが、やっぱり、ね、やっぱケアしていかないと一番いけない部分だと思うので、うん、なんとかね、まあ今、高校野球はね、こんな夏、今、世の中暑いのに野球できんのか、刺すのか、とかね。はい。いろんな違う方向でも問題とか改善しろとかね。うん。たくさん出てますけど、まあ、それも含めて、やっぱり、プレーのアウトセーフ、フェアファール、振った振らない、ぐらいまで俺はアマチュアはやってもいいと思う。地方予選でも夏の大会だけは、一応カメラに、何かしらあると思うんですよ。もちろん決勝になったら何台かあるし、何かしらあるから、はい、なんか、やって嫌がる人いないし、ちょうどそのリクエストしたら両方一回ベンチ入ったっていいじゃないですか、これね、俺思うのは、審判がちょっとリクエストさせてくれっていう制度を取ればいいと思うんです。いいと思いますね。両軍じゃなくって、はい、ちょっと審判が、俺ちょっと今自信が、極端にちょっと今自信がなかった。アウトかもわかんない。セーフ、まあ、ちょっと集まって、ちょっとやらせてくださいというんだったらまだ、そんな別に回数じゃないので。誰も損しないし、で、審判も休憩になるじゃないですか。そうそうそう。試合中審判にも水持ってったりとかしてたけど、なんか、あった方が、なんか、いいよね。一生言われるんだもん。あと、これで関係ない人たちがすごい喧嘩してるんですよ。いや、そう、それはそうなりますよ。下手したら本当事件になっちゃうかもわかんないので、あ、すいません、私間違えましたじゃなくて、その場で。やった方がいいですよ。そうそう、一回入った方が言いやすいですよね。一回リクエスト戻ってきて、その場でもう一回なんかこう、それを一回全員引いて、うんうん、まあまあまあ、つってやんないと、うん、なんかこうで、実際なんかじゃあボランティアでやってんだ、交通費だけでやってんだとか言ったって、こっちはもう2年半ぐらい死ぬ気でやってるわけじゃないですか。うん、いや、そう、そこにね、かけてやってきてる、本気の子たちの、ね、ベストな選択を大人が取ってあげてほしいなっていうか、うん、今、俺、この、なんか、高校野球、僕、あんまり見ないんですよ。なんか、プロとか、社会人の方が好きであれなんですけど、高校野球でももうサングラスかけてますもんね。いずれにしても体を守ることとか、うん、まあ、昔はやっぱ考えられないですよ。うん、まあ、怪我防止でやっぱり、ガードをするとか、ね。ガードもするし。手袋はめる。うん、まあ、サングラスもする。うん、まあ、昔じゃもう絶対ありえない。ですけど、まあ、
そういうことにも関してできることはもうやってもいいと、ね、ちょっとずつ変えてきてるからこうやれも、うん、だって田中さん俺の時代でも手袋してる人いなかったよ、うん、俺の前はもう全然手袋みんな素手だけど、せいぜいね本当に怪我した時ぐらいですよね手袋するっていうのは、うん、その手袋を買うお金もなかったし本当資金面でもきついし、うん、そういうのも必要でもないし、はい、うん、サングラスはでもあっていいなってマジで思うんですよ。いや、それはね、逆にないとダメです。そう。ボール見えないです。中村さん、それこそその暑さ対策と言ったら、うん、気になるのが、試合の開始時間なんですけど、うんうんうん、やっぱプロ野球、普通にね、今の時期、ナイター見ててもあんだけ暑いし、こう、きついって思うのに、もう炎天下なわけじゃないですか。それってね、なんかこの、日本中が、数年前よりも暑くなってる今、やっぱりちょっと考えていった方がいいんじゃないかなって。まあ、ここはね、やっぱり甲子園に、うん、まあ、やっぱり甲子園でやりたいよね、1回戦。まあ、それはね。俺、甲子園は、場所は甲子園でやりたいと思います。うん、ね、もちろん。強制だったらつまんないもんね。そうですね、場所は、これ、残念ながら甲子園。いや、この前、石川のね、長谷博さんが、はい、知事が、言ってくれたじゃないですか。でも逆にもう甲子園じゃなくて京セラでやるってやればいいんじゃないの、もうドーム球場でやるって。中村さん、今高校野球もう一回やれって言われてきついっすよ俺ら練習。時代が今の時代で高校生に戻って野球やらされるのもしんどくないですか。まず暑さに耐えれないですよね。ただ今もう危険な暑さって言うじゃないですか。いや危ないとか、うん、もう極端にじゃ外出るなとか、いや、もうそのレベルじゃないですか今。昼、真っ昼は、ちょっと歩いてる人少なくない？いや、それ思います。思う。なんか。この間、わらび餅だった時、暑すぎて人歩いてないし。やっぱり。昼避けますよね。うん、避ける、うん。中村さん、俺、わらび餅、この前も見かけて別のところ買っちゃいましたよ。好きになりちゃって、あれから。中村さんとこのわらび餅が、美味しいおかげで。わらび餅好きな人間になっちゃいました。うん、だって今、外の人と打ち合わせも、昼にはもう組むと、ちょっと失礼、うん、なんか、無神経なやつみたいな。あ、昼どうしても話してるんだったらリモートで、どうしても対面だったら午前か夕方ぐらいに組まないと、ちょっと神経が気が利かないやつみたいな空気になってきてるっていうか、これからもずっと続くわけですから。田中さんどうすんの、息子が野球やるって言って高校、はい、野球やるって言ったら応援ついていかなきゃいけないんだよ、はい、この暑いのに。いや、ちょっとマジできつい。どうすんの。でも父兄もついていくものだったりするじゃないですか、どっかで野球って。なんかもう本当にそう考えると、ここから中村さんおっしゃる通り暑くなくなることないから、うん、もうどれだけその体の危険を考えてこうね移行してってくださるか。中村さんが考えどうします、試合はもう今のまんまやるしかない側か、どうしましょう。ここ野球、俺が選手だったら、その昼の12時でも1時でもやりたいばっかりなので。まあ確かにな。うん、でも、だから、選手っていうのは、そうじゃないですか。だからその、一回、周りの人たちが、やっぱそこをうまく考えてあげて、うん、ね、選手こういうふうにやりなさい、こうだよって言えば選手は入って従うので、ましてやね、高校生側がちょっと手挙げてっていうか、審判ちょっと暑いからベンチちょっと5分休憩させてくれとか言えるわけじゃないので。そうですね、審判もきついわけじゃないですか、うん、いやきつい、ね、だってもう絶対に当たって、応援してる人たちもっときついわけじゃないですか。いやいやいや、本当にずっと日を浴びてるわけですからね、うん、それでいくと一番きついのは審判かもしれないですね、うん、だから逆に極端に言うと、もうそういうブラスバンドなしになる時代も来るかもわからない。いや、俺は甲子園一番心配してるのはそっちっすもん。ブラスバンド部とかが、うんうん、死人が出ちゃうんじゃないかって、もうずっと心配してます。あそこ、球場より暑いからね。はい。コンクリート。そうそう。選手って一回ベンチには下がれるじゃないですか。そう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 。応援のアルプスの方がやばいから、だから 5回以降からするとか、最後の8回、9回だけ応援するとか、最初から最後までやってこれね、本当に、やばいですよ。いや、きつい。なんかもう、それこそ私個人的な話になっちゃいますけど、うん、高校生の時、山梨の学校出身で、うん、野球応援チア行ってたんですよ。うん、私自身も、予選ですけど、うん。いや、あの時代で10年前で、もう本当熱中症で倒れることが続出だったし。ああ、でしょ？そう。
で、なんかそのブラバンの子たちも体調悪くなっちゃったっつって、やっぱ涼みに行く子とかいっぱいいたので、いや、そこからプラスして温度がされてるとなるともうちょっと恐怖。だってそれがさ、まだ朝8時開始だったらちょっと軽減できたりとか、はい、練習の成果披露できたりとか、夕方4時からだったら、まだ、やれたかもしれないよね。ま、うん、もう昔はなおかつ水飲んじゃいけなかったからね。いや、最悪だよね、中村さんの時代のもう。野球人口を何とかしない。それでいくと野球ってやっぱり、お金もかかるスポーツじゃないですか。うん、だってグラブ、田中さん知ってる？俺とかでも、高校で使ってたグラブ5万いくらしてたよ。水のプロ。今もっと高いよ。ですよね。そうですよね。なんか一瞬。いや、まあまあ、本当に、ね、大変そう、うん。そこに道具代っていうのはね。まあ、はい、何やるにしてもかかってくるけど、まあ、まあ野球はまあまあ、あの消耗品なのでね、はい、その辺はちょっと一つの野球人口が減る、まあ変な話、お金がないともできませんよって言ってると一緒じゃないですか。お金持ちしかできないってまあまあしんどいですよね、スポーツとすると。なんかこう野球、うん、野球も野球に限らずまあ何種目かあるじゃないですか、やっぱり道具は。まあそう考えると、うん、道具代かかんない、一番サッカーがかかんない。サッカーとかやっぱりだから、だってボール1個、ね、ボール1個あればいいですし。そうですね。だって本当に田中さんさ、子供が野球やりたいって言って野球好きだからさ、まあ、はい、認めるかもしれないけど、まあ、私は全然、はい、うん。結構、ためらう親とか、いる気がします。いると思いますよ。うん、私、好きだから、じゃあぜひやってってなる側だけど、全然無縁だったら、だってそんな考え生まれないわけじゃないですか。だってもうそういう世の中が体罰がダメだとかね、言葉遣いで、そういう時代をかじってる人たちはもう俺らぐらいなので、うん、今の高校生のお父さんお母さんってそういうこと経験してない人たちだと思うので、はい、うん、そこはやっぱりね。大変だからね、野球の子供とかやっちゃ、やると。いや、まあ、土日も遠征でとか。でもね、あの、はい、俺らの時代ほど、はい、親御さんが、うん、無理してまで来なくてもいいような環境にはなってるみたいです。まあ、あそうですか、うん、あの、ちゃんと順番決めたり、あの、折れる人は来てねって、それに対してああだもこうでもないっていうのは、今は多少緩和されてるみたいで、選手かける2がグラウンドにいるわけですから、大変なことになってたんです。大変ですよね。お茶持ってきて、監督さんにコーヒー入れたり、冷たいおしぼりだとかなんかね。大体、そういう少年野球の監督で、偉そうにするなって言うんです、うん、俺は。いや、ほんとそう。俺はそう思う。いや、うん、ちょっとこれ、あの、俺少年野球で偉そうにするとか、なしなのと、はい、うん、あと少年野球って、俺正直ちょっと楽しくやればいいんじゃないのって僕は思うんですけど、うね、どうですか、中村さん。監督がちょっと勘違いしてるとこもあるし、勘違いするんだって。監督なんてすごい椅子で、俺ら野球教室さ、あの、パイプ椅子は座らせたかって、逆だろうって。本当に先週、子供たちと同じようにやってほしい。こう、座って指示ばっかりするんじゃなく、一緒に体を動かして、楽しみを覚えさせないと、ね、自分だけテントの影のとこにいて、みんなグラウンドでやって、メガホンかマイクで、わーってこう、ね、叫んでる監督なんて、本当に許せないです。あの、そして最後に中村さん、もう一つお聞きしたいことがあるんですけど、うんうん、はい、あの、山北さんの息子さんが、今回、あの、東邦高校で登板していましたが、うんうん、ご覧になられたりとかってなさってますか？すごいっすよね、東邦で投げたりしてるってね。いや、結構ね、いるんですよ、ジュニアが。あれ？この前、都市対抗で、トヨタだったっけな、あの、佐藤秀樹。あ、そう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 。あと、まあ、あの、岩瀬とこの息子も東邦入る、多分入ると思うし、あと、佐渡校長大西の息子、あ、うん、活躍、大活躍してるし、結構ね、いいですね、中京で。今の時代ね、昔はね、2世っていうのあんまり活躍しないとき、うん、今はね、すごいですよ。もう中心的選手になってるので、うん、うん、結構愛知県もね、いろんなところで。あと、この前コラムで、ちょっと概要欄にリンク貼っておきますけど、はい、元木さんの奥さんの大上泉さんが、コラム書いてて、うん、息子さんのすっごい面白かったんですよ、文章が。面白かった。うんうんうん。あ、よかったよね、田中さん、あの、大上さんのコラム。なんかあっという間に読み終えちゃうというか、なんか、あ、
すごいなあの、息子さん中学とかでも世界、日本代表で行くぐらいだったんですけど、履正社でベンチ入れなかったらしいんですよ。うん、でもそういうね、いろいろ一人で、一人暮らしの大変さだったりとか、うん、名門校でプロ野球選手の父を持って補欠でいることのおか、ね、アングル面白かったよね。はい、面白かった。ぜひ読んでほしい。皆さん、概要欄に貼っておくので、ぜひぜひチェックをお願いします。はい、野球一貫の兄弟番組、相続一貫がスタートしました。ぜひご覧ください。